はい、えー、皆さんねちょっと聞いていただきたいこれどう思うかっていうことなんですがまあある方から相談を受けてたんですね少し前から民事事件です刑事事件じゃないです、えー、東京地方裁判所から呼び出し状が来たと第1回口頭弁論期日の呼び出し状及び答弁書催告状っていうものが来たっていうんですねでその被告のところに本人の名前が入っているとでもう原告被告も えー、被告人も数人並んでると、原告もあのたくさんいると、でも誰も知らない、見てもない、分厚い書面が送られてきて、一人だけ、一人だけ知った人間がいると、でももうその人間との行き来もない、で内容も全くわからないことで、金銭を要は預かったという形で、えー、返しなさいということだいやこんなこんを あの全然思い当たることもないし全く関係ないんでどうしたらいいんですかって来たからあの、えー、これ別に理由があれだったんで、まあ、私がそこの友人ということで聞いたんですよ。えー 事件番号っていうのがあの書いてあって令和何年何第何番何番って言ってるその書記官の名前が書いてあるからですねこれこれこれちょっとお伺いしたいんですけどあのこういうことなんですけど,どう本人ちょっとあの状況が聞けれないしよくわからないんであの私がちょっと聞いてるんですけどって言ったらあもしこれら来られないんなら、えー、答弁書を送ってくださいと。で答弁書を、えー、ファックスで 弁護士とその裁判所に送ってああもうそれでいいもんだとこれ私には関係ないことなあの知らないことなのであの何かあの個人情報か何かを勝手に使ってそういうものを作ったんじゃないですかって私こうやって書いたらいいよつって言ってで書いて送ってで裁判があ,あってもう裁判日があ,あって翌日もうすぐ裁判所から来た次のえ期日、えー、呼び出しっていうことの書類が来たみたいなんですね。 要はもういついつ一回来なさいと、いや、だから行けれないからっていうことで、あの答弁書を出したのが、もう、期日呼び出しようっていうのが来てるわけですよ。なんで、もう本人困ってるから、私が連絡して、いや、そうじゃないんですかって言ったら、いや、開かれましたけど、期日変更になったんで、その旨をその方、被告の方には送ってます。いやだから <laughs> それ、行けれないし本人関係ないっていや、それか関係あるかどうかは関係ないんですよと、呼び出,さ呼び出し状があって裁判開かれるんでってい,ういや、だからそれ行かなきゃいけないのかで、来ていただければ、いや、そうじゃなくて、いやだからここなんですよ、問題は、当然、裁判所なんで、もう被告という前提で言ってるから。<laughs> 違う,ってうだから私その職記官の方ゃ例えばですよ私があなたのことの名前が分かって何かの形で裁判を起こしたらあなた来ますってえそうなればそういうことですから仕方な場合によっては事件の内容によってはそのようにしなければいけいやそうじゃない。本人は <laughs> 本人はこのことは分からないって言ってるからそのいや当職としては仕事なのでそのようにさせていたいやいや本人も仕事があるしそんな日にもう地方なんですよ東京じゃないんですよ地方なんですすごい遠いんですよだか正直言って緊急事態宣言も出ててうんうんってもう私言わなかったですよ。そういう時にその。 仕事だから本人も仕事を辞めてそれに行かなきゃいけないっていうことなんですかとじゃあかりましたそうだと言ってもじゃあ本人は困ってるんでこのことに対してどうすればいいかっていうことを教えていただけませんかっていや当初裁判所はそれを教えることではありませんといやじゃあこれをこういう問題が起こってる困ってるっていうことを相談する機関ってないんですかありません <laughs> あ、それじゃあ名前知ってるほど簡単にそれ書状作ってバン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 裁判できるんだなって恐ろしいなと思って。いやいや、だけどもそれって本当にじゃあこれはもうどうしようもないんですか方法って電話ではどうにもなりません。で、私食い下がって、そしたら方法としては担当弁護士に、担当の弁護士に、えー、書面を送ると。 いうこととはできますよと、えー、書面を送って子供もに伝えることがもうそうしたらそれしかないですよねもうなんであそうかとでも思いましたよ私あもしまあ生前説でやってるからこの民事の裁判ってだから刑事事件なら担当の警察とか喋れるわけですよ私。 こういうことが起こって、こういうことが起こって、こういうふうになんで、ああ、そうか。でも裁判所ってもう一切もう誰ともしゃべれない。内容のことも。ああ、こうなっちゃうんだって。これってみんなどうすりゃいいんですかいや、方法としては、いや、弁護士に言って、いや、弁護士頼むったってただじゃないし。こんなこと法テラスみたいなとこ行って、いや、それはそのように言ってください。いや、でも、こんなに不尽なことってあります 悪意があっっっってて、えー、裁判を勝手にババババンバンンバンやってったらそうなっちゃうだから裁判を起こすのにもこれた例えば院子代だけでも何十万とかなってる裁判なんで私あの書状見てみましたけどまあ刑事事件はわかるんだけど民事事件ってなかなか難しいなってでもこんなことこんな理不尽なことあるのかなって。 いやだから、それが本当かどうかわからない、本当かどうかわからないからお知らせにとにかく来いってことでしょって話なんで、まあ私も知識がないもんでね、これあのまあ、刑事事件にしたって、私、弁護士でも法,あの法律関係でもなんでもないんで、私は経験で言ってるんだけど、民事事件って、とんとんいもんですから、これはそれ、そうしなきゃいけないんだ、ね、誰か教えていただける方がいたらありがたいなっていうことですよろししくお願いします。